どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はバージョン 2.3 で登場したジェイドについて再度評価をしてみたいと思います。裏庭も更新されましたので、ジェイドの適応力とかも改めて確認できたかなと思います。そこで今回は使用してみてできたことやできなかったこと、強みなどをまとめて紹介したいと思います。今回の内容に関してはあくまで使用感をもとにまとめていきますので、ジェイドをまだ迷ってるなっていう方向けに参考になれば嬉しいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。それではまずジェイドの使用感について話していきたいと思います。ジェイドをいろいろ試してみて感じた3つのポイントについて話したいと思います。まず1つ目、虚構叙事は最高クラス。虚構叙事においては本当強いなと思います。弱点がつければ非常に強い性能となっているところが良かったですね。特にヘルタや姫子と相性がいいのも嬉しいポイントとなります。今回の虚構叙事に関してはヘルタとジェイドの組み合わせだけでどんどん追加攻撃して2ラウンドも余るぐらいだったので、かなり強いなと思いますね。本当適性は高いというところです。続いて2つ目、全体攻撃持ちと相性が最高というところですね。これに関してはジェイドの鬼畜さとかチャージを貯める時の影響というのもありますが、単体よりも全体攻撃持ちと非常に相性が良く、攻撃回数が大きく変化するものとなってますね。追加攻撃は本当回数が変わってきますね。またジンの相棒としてもかなりいいキャラとなっていますので、本当最適なキャラが見つかったなという気はします。続いて3つ目、 SP 管理がしやすいという点です。スキル発動後に関しては通常攻撃のみという特殊な状況となるため、 SP 管理が意外と楽になるっていうのがありますね。まあ、そもそもジェイドに関しては追加攻撃を主体で頑張るっていうのがキャラの特徴となりますので、通常攻撃に関してはおまけ程度となります。ただそのおまけ程度で SP が管理できるのはかなり強いかなと思いますね。使用感の全体についての話としては、敵の数に依存する分敵が多いと性能をフル活用できるキャラっていうところになります。本当敵が多い戦闘においてはジェイドが一番と言ってもいいぐらい使い勝手が良くなってましたね。それでは続いてキャラの気になった部分について話していきたいと思います。多分こちらの方が気になる方も多いんじゃないかなと思います。試してみてこの部分だけはちょっとっていうのがありましたので、まあ、そこを3つほど紹介したいと思います。まずは1つ目、単体攻撃キャラと合わないっていうとこです。ジェイドの鬼畜さは敵一体ずつに加算されるっていうのがあります。これに関しては追加攻撃のチャージも同じですね。そのため単体攻撃の味方だと追加攻撃のバフを獲得しづらく、火力が落ちてしまうっていうのがあります。例えばこちらに関してですが、追加攻撃で有名なレイシオトパースとかですね、この2人は2人で相乗効果っていうのはめちゃくちゃ高いんですが、あまり良くないっていうのがあります。追加攻撃で狙えるのは1人となってるためですね。単体に対してどんだけ連続攻撃をしてもなかなかバフを貯めれないっていうのがありますので、ちょっと難しいなと思います。個人的にはレイシオとスターピースカンパニーメンバー3人で合わせれるからめちゃくちゃ楽しみだなと思ってたんですけど、やってて一番扱いづらかったですね。ちょっとそこがすごく残念な部分となりました。続いて2つ目です。虚構叙事以外は微妙というとこです。先ほど虚構叙事に関しては最高クラスという話をしましたが、他のエンドコンテンツに関してはクリアはできなくはないっていうレベルです。ただ最短クリアが非常に難しいっていうところありますので、裏庭で星を3つ集めるとかそこを目標にしてた場合、ジェイドを入れたからといって短縮されるってことはそこまでなかったですね。その分虚構叙事が強すぎるっていうのがありますので、まあ、そこは一長一短っていうところな気がします。続いて3つ目、最適なキャラが少ないというところです。基本的にジェイドの相性というのは全体攻撃持ちと相性が良くなっています。それもあってヘルタとか相性がいいんですよね。なので最適なアタッカーが今の環境では全体的に少ないっていうのがあります。だいたいヒメコ、ヘルタ、ジンに固まることが多いかなと思いますね。アルジェンティも全然問題ないかなと思いますが、追加攻撃とか余分に攻撃できるキャラの方がさらに相性が良くなっているっていうのがあるからです。アルジェンティはそれよりもちょっと下がるっていう感じですね。なのでジェイドの全体的に気になってた部分としては、全体特化の性能がアダとなっているっていうところです。単体や敵の数に依存してしまうところが非常にありますので、性能を出し切るっていうところではやはり虚構叙事以外ではなかなか使いづらいかなっていうのがありますね。それでは続いてパーティーの紹介に行きたいと思います。今回は3つほどの紹介です。でこちらに関しては自分が使ってて、まあ良かったなというか、使ってて実践でもある程度使えるかなっていうのを集めています。まず1つ目、虚構叙事で一番お世話になった編成となります。属性によってはヘルタではなく姫子でも十分です。
で、ポイントとしては虚構叙事でも圧倒的にラウンドが残る編成となっています。特にアベンチリンの部分なんですが、頬にするとラウンドが1から2ぐらい全然変わりますね。なんならクリアできるかどうかっていうぐらい左右されます。アベンチリンとは非常に相性がいいなと思いますね。で、ヘルタとジェードが相性が良すぎるっていうのはありますね。この2人だけでもガンガン攻撃ができますので、火力さえそれなりに漏れれば強いなと思います。またサポートで弱点撃破の機会を作れるのも嬉しいです。個人的にはこの4人が一番扱いやすかったかなと思ってます。続いて2組目、相乗効果が高い編成となります。ジェイド、ジン、ブローニャ、フォホとなります。ジンの自称とジェイドの自称が相性がいいっていうところですね。これはよくいろんな動画でも紹介されてますが、ジンの自称が乗るっていうのはすごく嬉しいポイントかなと思います。またジンの火力がある程度出せればゴリ押しができるってとこもいいです。まあ、風属性の弱点に対してはジンが圧倒的に強いなっていうのはありますので、ジン持ちだとこの編成の方がいいのかなと思ったりもします。あとは回復とサポートで耐久面も確保ができるっていうのが嬉しいところですね。意外とバランスが取れてて相乗効果が非常に高いキャラが集まった編成になるかなと思います。続いて3組目です。日課周回専用の編成となります。ジェイド、アルジェンティ、ルアン、ココです。ココの部分に関してはアタッカーに変えても全然いいかなと思います。まず、アルジェンティに関してですが、疑似科学とかにおいては必殺技で一気に殲滅ができます。まあ、多分普通に回してればアルジェンティ人でも十分なんですが、まあ、倒せなかった時にジェイドの追加攻撃で余計に倒すってことができます。そういったことができるので意外と倒しやすいっていうのがありますね。この編成に関しては、疑似科学が圧倒的に楽っていうところですね。それ以外に関してはやっぱある程度手こずるなっていうのは正直ありました。なので奇跡の素材集めとかそういったのはいいかと思います。またアルジェンティを持ってなかったとしても、ここヘルタに変えればもう十分それでも回せますので、アルジェンティないんだけどっていう方はここをヘルタに変えても同じような感じで使えるかなと思います。ほぼ一番上の編成と変わらないですね。で、他の編成もいろいろ試したんですよね。例えば領主染めであったりとかやったんですけど、ジェイドに関してはサブアタッカー的な位置になりますので、アタッカーが全体攻撃でないと相性はそこまで良くなかったっていうのがあります。 2.3 後半始まってからずっと使ってますが、仕様としてはこの3編成に固まったなっていうのがありますね。それでは続いてビルドガイドについて話していきたいと思います。公園水と異物とかについても話をしていきますが、これに関しては実装当日で出してた数値とそこまで差はないです。ですが紹介はしたいと思います。まずおすすめとしては持ち公園水ですね。こちらに関してはジェイドの不足しがちな回収率を上げやすくなるため、高ダメージが出せる確率がアップするっていうところです。通常攻撃をした後、必殺技と追加攻撃の防御無視が付与されるのも火力が出しやすくなるポイントと言っていいですね。で、続いて銀河鉄道の夜です。こちらもかなりおすすめで、敵の数に依存して攻撃力がアップするっていうのがとても強いです。弱点撃破すると余ダメもアップするので火力を伸ばしやすいっていうのがありますね。また敵の数に依存するジェイドと相性が良くなってますので、持ってるなら持たせてあげたい公園水となってます。で、続いて天才たちの休息となります。装備するだけで攻撃力を簡単にアップができ、敵を倒せば会心ダメージアップするため、多くの敵を攻撃するジェイドと相性が良くなってます。ここがヘルタと相性がいいところで、例えばジェイド自身の火力が高ければ敵の HP を半分に削るってことができますので、その後ヘルタの追加攻撃をしてさらにジェイドのチャージを貯めるってことができるんですよね。そういうサイクルができるので、攻撃力が上げれるものっていうのはかなり便利かなと思います。しかも星4なので突をすればさらに性能を伸ばせるのもいいかなっていうところです。そして最後4つ目ですね、かけがえのないものです。こちらに関しても同じですね。攻撃力がアップするというところと、攻撃が命中するとバフを獲得できるため相性がいいというところです。また、敵が3体以上なら速度バフを受けれるので、少しだけ SP 管理などが貢献しやすくなるというところです。ただし、バフのかけ直しっていうのが出てきますので、ちょっとね、このあたりは扱い方として難しいかなというところです。続いて異物についてです。対効果、天才の4セットをつけるといいかと思います。まあ、これに関してはどちらか好みってとこですね。量子弱点でしか使わないっていうのであれば、天才の方がダメージは出やすかったかなと思います。僕に関しては天才の方だけをひたすら使ってましたね。ただし対抗については性能的にどこでも活躍できるようになってますので、安定した追加攻撃ダメージを求めるなら対抗の方が良かったりします。ですがジェイドの使用シーンに関しては個人的には量子弱点持ちでしか使わなかったので、まあ、正直天才でも問題はないのかなと思ってますね。続いてオーナメントに関してです。オーナメントに関しては王朝ですね。
まあ、味方の追加攻撃に依存して追加攻撃の余ダメと会心ダメージをアップできるので相性がいいというところです。これに関してはヘルタと非常に相性がいいですね。ただこれが使いづらいなっていう方も中にはいると思いますので、これじゃない場合は虚構術師特化とかにするならズガンニアとかでもいいかなと思います。まあ、最悪サルソットとかでもいいですね。別にサルソットは悪いわけではなく、会心術も漏れるので相性がいいです。なのでこのあたりはいいオーナメントを持ってるかどうかで合わせるといいかなと思います。それではメインステータスについてです。銅に関しては会心術ですね。で、会心術が十分に漏れてるなら会心ダメージにしてもいいかと思います。靴は攻撃、弾は量子ダメ、縄は攻撃でいいです。速度はほとんどいりません。続いてサブステータスです。会心率、会心ダメ、攻撃力、速度になります。正直ジェイドに関してはターンが回ってこない方がスキルのバフを与えた味方に対してはとても有利に働きますので、速度は気にしなくてもいいです。漏れるなら漏るっていうとこですね。続いてエンドコンテンツのために必要だったステータスについてです。こちらに関しては実際にエンドコンテンツをクリアした時のステータスを参考にしてます。まず HP に関しては2800以上ですね。HP は低めになってますので2800以上は欲しいかなっていうところです。攻撃力に関しても2800以上ですね。できれば3000超えるといいかなというところです。ただなかなか盛りづらいというところがありますので、まあ、2800以上あると安定というところですね。続いて会心率は 70% 以上です。会心ダメに関してはちょっと低めとなっていますが、バフである程度稼げるようになってますので、会心率を高めに確保しながら耐久面を上げるようにするというのが大事です。自分の方では会心率 60% でやってましたが、まあ、それなりに火力が出せるなっていうところありましたので、まあ、70か80ぐらいあるとより安定したダメージが出せて、より虚構助手が安定するのかなっていうふうに思いました。ちなみに 2.3 の時に育てたジェイドはこういう感じになります。ステータスとしてはそれなりに高い方かなっていうところですね。それではバージョン 2.3 で一通り試しての最終評価っていうのをしていきたいと思います。今回大きく3つに分けて話していきたいと思います。まずはガチャについてです。虚構助手を楽にしたいならありっていうとこです。これはもう最初から言ってますが、本当これですね。裏庭更新後にもジェイドを使用した編成などいろいろ試しました。ですがやはり虚構助手専用感が強く感じましたね。これに関してはクリアはできるんだけど、っていうのが条件がやっぱつきます。ですが虚構助手の場合そのパフォーマンスは非常に高いので、ジェイドのいる編成で4万点を簡単に獲得ができれば残りの半分は楽ができるっていう風になります。これが本当でかいんですよね。残り2万点でいいですからね。一つのコンテンツの専用として考えれば息の長いキャラになるのかなっていうのもあります。ただこれに関してはガチャをおすすめするかと問われると、虚構助手をどうしてもクリアしたいならという条件がつく程度となります。めちゃくちゃ必須かって言われると、虚構助手正直6万点安定してクリアできるなら別にっていう感じなんですよね。ジェイドが欲しいかどうかって言われるとちょっと僕自身も悩みます。それだけで進めれないなっていうのありますね。ガチャに関してどうしても迷うなっていう方は好きかどうかで最終的に決めた方がいいです。やっぱそこで後悔をしてしまってはもったいないので、まずそこですね。では続いて2つ目、ジェイドへの期待度についてです。こちらに関しては虚構助手の安定感と全体攻撃持ちとの絶対的な相性というのが期待度が高いかなというところです。でジェイドの魅力に関してなんですけど、虚構助手に限られた話ではなく全体攻撃持ちと絶対的な相性が約束されている部分があるんですよね。それはバフだったりとかチャージに関して敵一体に対してストックができるというところがあります。これ敵の数依存のいいところですよね。なので追加攻撃に必要なチャージは敵に命中した数になるので、全体攻撃持ちなら誰でも相性がいいと言えるんですよね。それこそジンとかヘルタ、このあたりとかも相性がいいのは敵の数に依存するからです。なので今後の知恵キャラに関しては全体攻撃持ちが多い可能性がありますので、意外とサブアタッカー要因としては必要な可能性があります。その点はとても期待が高いキャラかなと思います。意外と息の長いキャラになるかもしれないですね。それでは最後、個人的な感想を話していきたいと思います。正直ジェイドに関しては姫子を所持していない人には嬉しいかもというところです。僕はメインの方は姫子はいません。サブの方はいるんですけどね。なんですが姫子がいないならめちゃくちゃ嬉しかったです。これに関しては個人的な話になってきますんでね、参考程度ってとこなんですけど、工場キャラの姫子がいなかった場合、虚構助手のクリアで大変な思いをする人はいても損はしないキャラだなと思ってます。
姫子ってめちゃくちゃ強いですからね、虚構女子はね。で、僕自身サブとメインで姫子の有無がありますが、全くクリアの状況っていうのが変わってきます。まあ、苦しみ方が違うと言った方がいいですかね。どっちともクリアできるんですが、苦しみ方が違うって感じです。あとは工場キャラも必ず引けるわけではありませんので、そういった方にはある意味ありなキャラなのかなと思ったりもします。ここら辺はね、どうしてもその人の運だったりとかに左右されるところですが、まあ、姫子がいないなら個人的にはいいんじゃないかっていうところです。ということで、ジェイドの総評については以上となります。ただ今回に関してはバージョン 2.3 後半で一通り試してみての評価となりますので、まあ、今後ねアップデートが来たら活躍する機会もあるかなというところで、期待度は高いキャラかなと思います。全体攻撃持ちに対して依存するっていうのが結構面白い要素ですからね、そこは期待していきたいなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。